完璧だな。あの2時間は一体何だったんだっていう。知らなくていい、みんなは。知らなくていいこともある。世の中知らなくていいことだらけだ。声、待って。ちょっと声待って。あ。何？声普通じゃない？別に普通じゃない？声ダメ？なんで？俺こんな声じゃない？おめえよ、ホラーゲーなんだからよ、そういうなんか雰囲気作ってこうぜ。やります。やばい、明らかにおかしい。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、あ、やります。あ、普通じゃん。やばい、明らかにおかしい。ちょっと待って、いや、ちょっと待って、なんで、これ俺は普通に聞こえてんだけど。これあれなんじゃねえの、マイクとかじゃなくてさ、単純に俺の声が高いのかもしれない。あー、ちげえよ。じゃあさ、これが俺のベースの声だよ。これが俺のベースの声だよ。あ、よろしくお願いしまーす。お願いしまーす。あ？あ。普通じゃねえわ。何この声。なんでよ。おい、かしおじゃん俺。普通じゃねえわ。何この声。なんだこれ。おい、かしおじゃん俺。ちょっと電話、ちょっと一瞬電話していい？みんな思い思いの毎日を過ごしてくんない？もしもし、ごめん、今配信してるんですけど、なんか俺の声が相川翔みたいになっちゃってんの。相川翔ですみたいな感じになっちゃって、このままじゃさ、雰囲気出なくてさ、ホラーゲームどころじゃないの。じゃもう相川翔みたいになっちゃってる。うん、あ、完全に相川翔になっちゃって、このままじゃなんかホラーゲームできないんですよね。えなりかずきと相川翔みたいになっちゃって、愛の子みたいになっちゃってて、替え玉疑惑が入っちゃってんの。このままじゃホラーゲームできないんだよね。クッドメン、あ、それか。あ、よかった、これ多分治ったんじゃね。どう、みんな相川翔治ってる？どうも皆さん、こんにちは。え、治ってないらしい。相川翔らしい、ずっと。44.1kHz になってる。で、チャンネルステレオでいいんだよね。で、デスクトップ音声デバイスは持つ、アウト1、2、2がなし、マイクがインストラクメント、みたいな感じでね。で、適用 OK。そうだね。みんなちょっと待って。ちょっとまたかけるね。ありがとうございました。はい。みんな多分、これで OBS を再起したら、俺は相川翔じゃなくなるから、今のうちに俺の相川翔張りを。え、BGM もプツってる。え、なんで？あ、まあ、NLE でやるか。一回ダメだったら NLE でやるわ。さよならー。どうもー、お願いしまーす。もう今日、相川でよくねえか。え、ちょっとさ、あのさ、出ないとか出るとかだったら分かるんだけどさ、え、なんで相川翔になんの。おかしくないか、それ。なあ。出るとか出ないとかの次元じゃねえだろ。相川翔になってても終わりじゃねえかよ、それ。どうすればいいんだよ。
直しようがねえだろうが、そんなバッグみてえなのよ。どうもー、よろしくお願いします。え、48Hz になってるよ。ほら、設定で、音声で、48kHz。え、これさ、ちょっと真面目に教えてほしいんだけどさ、ちょっと真剣に聞いて。あのさ、相川翔バグはマジである？ OBS 使ってる人に聞きたいんだけど。今までさ、他の IC じゃなくて、こういうバグでさ、どうやって直してたのみんな。カブトムシでも直してくれ。こんなの直せねえだろうがよ。お前これで PC 再起動してよ、直んなかったら俺、8月1ヶ月相川翔だぞ、マジで。お前、いいのか、一月翔だぞ俺、このままじゃ。ちょ、これ、俺、ネタで言ってるわけじゃないよ。早く。じゃ、このままで変なおふざけな感じでさ、ホラーゲームの空気出ないから、これマジで言うけど、相川翔スペースバグで、ほんと調べてくれ。PG スペース相川翔バグで、絶対出てくるから。命かけるわ。配信者が同じようなことで悩んでるから、こういうのって大抵。出てきた。もしもし？もしもし。うん。あいかし分かった？すげえな！あいかし分かったらしい！なに？うん。うん。うん。録画じゃなくて、あ、録音、はい、録画。やべ、くっす。もしもし、ごめんなさい、ごめんなさい。はい。はい。ああ、あった、出た、出た、出た。あ !4 万8000になってる。これを4万4000にして、敵を。あ、わかりました。じゃあちょっと、皆さんにそれ、その旨伝えますわ。はい。はい。あ、治ったらしい、治ったらしい、よかった、治ったらしい、よかった、マジで。ありがとうございました。はい、さすがだわ、ほんと、天才だわ。ありがとうございました。どうもー、よろしくお願いします。ようやく治ったー。おい、でもよ、これでよ、お使い分けられるよ。都合悪くなっちまったらよ、これやれへんや。俺いつでもよ、こうやってやってさ、ここで俺覚えたから、インストールアーダーコーダーってとこでよ、プロまでいじってよ、聞くってところで、レベルって詳細でよ、ここは4万8000だったらさ、俺、相川翔なれるからすぐ、おい。なれる。もう無敵だよ。ずーっとなれるわ、これで。俺、カブトムシこれで行くからな。おい、ちなみに。おい、クワガタ今年これで捕まえに行くからな、マジで。おい。おい、今年のクワガタこれで行くからな、一日中。極めた。おい、今年のクワガタこれで行くからな、マジで。俺もう決めたからな。これマジだかんな。ネタじゃねえかんな。あ、すぐ治らん。これ。昔言ったことがあったらもうこれさえすれや。よっ。できた。え、戻ってるよね、大丈夫だよな。戻ってるよな、私頼むぞ。戻ってるよね。これ戻れなくなったらもう一生後悔するぞ、俺。なんか有事の際にちゃんと使おう。え、ブツブツも治った。よかった。皆様、大変長らくお待たせいたしました。僕はね、この機械類、本当に弱くてびっくりするだろう。なんかさ、俺が冗談でやってると思ってるでしょ、みんな。マジだぞ、俺これ。俺、わからないんだよ。俺、今年やるべ。俺、今年さ、おい、もうバンリラ、ちょっと待って、みんな、ちょっと一瞬待って、これちゃんと言葉にさせて。おい、今年よ、タイトルで釣るべ、相川翔がクワガタ捕まえに行くっていうタイトルで、マクトンべ。おい、マジで俺、もう一歩も引かねえかんな。今年、相川翔がクワガタ捕まえに行くっていうマクトンかんな、マジで。俺知らねえかんな。それでなんか、変なバーニングだか、あんなことに訴えられても。俺認めねえかんな。ガチやっかんな。4万8000Hz で。
いやマジでよかった、ちょっと待って、おしっこしてくるわ、ほんとによかった。一回音楽流してみよう。そうだね、せっかくだから愛歌詞を流そう。あの、なんだっけ、バンになってもいいや。YouTube バンになるかもしれないけど、もういいです。あの、愛歌詞のさ、あれなんだっけ、あの、勝又のやつ。おい、これ俺たちのテーマですね。今月のテーマにしよう。これ俺たちの今月のテーマだ。何かとこれ押していくから。いいねいいじゃん、めっちゃいいじゃん、夏っぽくてよ。はぁ、おぉすげえかっけえやばい、対抗したくなってくる。俺もヘルス上げたくなってくるぜ。やばいわか。誰だよこのジジイ。おい、もうホラーゲーやろうぜ。ちょっと脱線しすぎてる。ホラーゲーやろう、もう。